では、続きまして、京都大学の、青野先生、お願いいたします。はい、京都大学の青野です。では僕は、このタイトルで、発表いたします。ちょっと、自己紹介的な、側面も含めて、今まで取り組んできた研究っていうのをここで書いていますと、もともと僕は、博士の時に、トランジスタっていう、ハードウェアの研究で、さらにその中の、一部品を研究しています。しかもその信頼性っていうのが結構、ニッチなところをやっていました。で、その後、一応企業に行って、で、また大学に戻ってきたっていう経歴になっています。で、大学にいた時は、最初はちょっとそのトランジスターから来たんですけど、一旦東大ではそのハードウェアアクセラレーションっていうもうちょっとでかいファイルを作ったりとかしていて、で、阪大に移ってからは、AI とか、あと、これ後で言うんですけど、ロボットとかそういうところの研究を進めています。で、あとちょっと右上に書いてあるのは、これはちょっと縁があって、カエルの研究っていうのをやってるので、なんかちょっとその興味があったら、なんか話を聞いてください。で、僕が今解きたい問題っていうのはここに書いてあることで、要するに、これ、よく言われてると思うんですけど、情報世界っていうのは、要はプログラムを書けば、それすごく簡単にスケールアウトしますよねっていうのがあるんですけど、一方で、物理世界っていうのは、一人が担える仕事ってすごい限定されていて、なかなか産業の効率としてよくないよねって。で、ここを、上げていくっていうのは今後必要でしょうってみんな思っていることで、こっちの物理世界のスケラビリティ上げるっていうところを僕やりたいなって思っています。で、よく言われてるのはどうするかっていうと、もう情報技術を物理世界に、持ってくるために、必ず、なんかその媒体として、なんかアクチュエーション技術っていうのは必要ですよって。で、それに、ロボットが必須だろうと思っていて、このロボットっていうところの研究を、新しくやり始めました。で、取り組んでる課題なんですけども、結構いっぱいあって、まず一つは、この処理のレイテンシーが、問題ですよって。要するに、物理世界に持ってこようとすると、必ず時間の制約を受けるんですよね。もうこのめっちゃ簡単なペットボトルから、なんか水注ぎますって、そういうのを考えたとしても、その適切なタイミングで傾けないと水こぼれますよね。それがめっちゃ難しいって。で、GPU 的なアーキテクチャってよくあるんですけど、これってスループット重視で、あんまレイテンシーとか考えてないですね。要はバッチ処理して、スループット高ければ OK っていう感じになってる。なんで、ここに専用のアクセラレーター作るっていうのの、意味があるかなと思っていろいろやっています。あとは実際にロボットも買って、こういうふうにちょっと学生動かしたりしてるんですけど、こういうのやったりしています。で、右に書いてあるのは AI の安全性っていうやつで、これも最近言われ始めましたけど、推論が誤ってたらどうするんですかとか、そういうのを。自動運転してるときに事故ったら困るんで、その AI が言ってるものが正しいよっていうことを、客観的に言う必要があるよって。で、そのためのまた専用のアクセラレーターとかも作ったりして、これも動かしてますっていうことです。で、未解決の問題がいっぱいあって、まずは複雑なタスクが全然できないって。要はその掴むとか、注ぐとか、すくうとか、それぐらいは自動化できるよっていうのは、なんとなく分かってきたんですけど、これだけでは全然ダメで、要するに人間っていろんなプリミティブな動作をいっぱい組み合わせて動いてますよね。で、そういうのをどうやってさせるかっていうのが次の課題かなって思っていて、ちょっともう一個、段階上がって研究する必要があるなっていうふうに思っているのと、あと、この右に書いてあるやつ、これすごく難しいんですけど、動作をロボットに覚えさせるっていうのは、やってみるとすごい難しいです。で、単純に人間の動作をコピーするだけでも、もう関節の構造とか全然違うから、それはなんかうまく解くっていうのはできないって、なんとなく形を合わせるっていうのは実はすごく難しいっていうことが分かりました。で、しかもこの意味のある動作を獲得させるっていうのはすごい大変だよっていうのが分かっていて、例えばつまむって、人間だと簡単に言ってますけど、そもそもどこ掴んだらいいんですかとか、その適切な位置に手を動かさなきゃいけないよねとか、あと力どうすんのとか、そういうのも全然わかんないので、それを全部覚えさせるっていうのはかなり大変だなと思ってて、この見真似学習っていうんですかね、赤ちゃんとかだと簡単にできるんですよ。これをやるっていうのもなかなか、骨が折れるなと思っています。ここら辺のことができるよっていうことです。で、まとめますと、このアクチュエーションとしてロボットってかなり面白いっていうのと、あとハードウェア屋さんだからできることっていろいろあるなと思っていて、さっきのそのレイテンシーが低い推論機を作るっていうところですと。で、僕は、一応専門としてはこの集積回路を軸にしていて、いろいろとこう、アプリ寄りのところを探そうと思っていて、手を広げている。なんかぜひ一緒にできることがあればやりたいと思って、お声掛け待ってます。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。